AGS JH23 は、AGS チームが1988年の F1、世界選手権用に製作したフォーミュラワンカー。JH23 は短命だった、JH27 を除くと、クリスチャン・バンダープレーンが、AGS のために設計した最後のマシンとなった。1989年には、序盤戦に、JH23 バイトとして投入された。 いずれもほとんど完走できなかった。しかしながらチームは JH23 バイトでポイントを獲得することができた。ドライバーは F2、国際 F3000 で同チームに参戦していたフィリップ・ストレーフを起用したが、ストレーフは1989年3月に JH23 バイトでテスト中に大事故を起こし、選手生命を絶たれた。JH23 は、 前年型 JH22 の後継型として開発された。JH22 とは対照的にシンプルでコンパクトな設計でできている特徴を持つ。エンジンは引き続きコスワース DFZ を搭載。タイヤはグッドイヤーを装着。シーズン前には MGN 製作の W 型12気筒エンジン搭載の噂が流れるが結局実現はしなかった。 クリスチャン・バンダープレーンは1988年の秋に JH23 の設計を始めた。1989年初めに最初の車が彼の指揮下完成した。バンダープレーンは1988年8月までチームに泊まり、その後彼は30年来活動を共にしたメカニックたちとコローニに移籍した。彼の後は マルティニからのクリストフコケとエキップリジェからのクロードギャロパンが引き継いだ。JH23 は時代遅れのルノー製モノコックから開発された。JH21C や JH22 から決別し、新たな車として設計された。モノコック、サスペンション、トラスミッションは完全に再設計され、現代的なデザインとなった。いくつかのソースはバンダープレイが JH23 から一切の部品を流用しないとしている。しかしながら別のソースではリアアップライトはルノー RE60 のものだとしている。JH23 はミナルィ m 1 8 8よりも短い 2680mm のホイールベースで最小の車であったが車重が重くシーズン開始時で 25kg も重かった。空力デザインも再設計され、 それは効果的なものであった。エアスクープを持たない JH23 は非常に車高が低く、ロールバーはエンジンカバーを超えて突き出していた。ロールバーは後に問題があったことが証明される。それは金属パイプで作られ直接モノコックに接続されておらず、むしろ単に溶接されただけであった。その形式は弾力性を削減するものであった。 ストレーフが1989年3月のリオデジャネイロでのテストにおける事故で重傷を負ったようにロールバーは車が反転した際にストレーフの頭部を安全に保護することができなかった。JH23 は1988年にコスアース DFZ を搭載した。1989年にチームはより強力な DFR を搭載した。どちらも スイスのハイニマーダーがチューンを担当した。ストレーフによれば JH23 は開発の可能性を持っていたという。ハンドリングは JH22 よりも良好であったが、非常に限られた予算のため、開発はわずかしか行われなかった。新しいリアウィングやフロントウィング、フロアが導入されたが、シーズン中根本的な構造変化は行われなかった。 JH23 は1988年に3台のシャシーを製作した。034は最初の3戦で使用され、035はメキシコとベルギー、036は最後の5戦で使用された。1台はストレーフの事故で破壊され、残りの2台は1989年の夏まで使用された。フル参戦二年目のフランスの小チームにとって j h 十三は、 良い車であることが判明した。一大体制で臨んだ、このシーズン、16戦すべてで予選を通過し、第5戦カナダ GP で予選10位を記録、決勝では41周目にサスペンショントラブルで、リタイアするまで一時的に4位を走行した。しかしながら信頼性不足で、リタイアが多く、資金難で、マシン開発が進まないという、相変わらずの状況で、 シーズン後半以降から徐々に後方に沈み、ポイント獲得まで至らなかった。ストレーフは6戦で完走を果たし、最高位は日本 GP での8位である。AGS JH23、1989年のシルバーストーンで1989年シーズンも改良型の JH23 バイトが開幕戦から第7戦まで使用された。エンジンは、 コスワース DFZ の改良型であるコスワース DFR を搭載した。ドライバーはストレーフを起用する予定であったがシーズン前のテスト中にクラッシュし下半身不随となり引退を余儀なくされ代わりにドイツ人ドライバーのヨアヒム・ビンケルホックが起用された。第2戦からガブリエル・タルキーニを起用して2大体制となる。第4戦メキシコ GP では タルキー2が2年不利となる6位入賞を果たす。ビンケルホックは後半戦でヤニック・ダルマスと交代したが、ダルマスは予備予選を通過することはできなかった。第8戦以降から AGS JH24 が投入された。JH23 は3台が製作され、2台は AGS が保有する。もう1台はフランス、イルイコール・エイコール・ビレケン・ロエアックのマノワールドゥ。 ロトモビルに展示されている。ありがとうございます。